はい、PC エンジンファンの皆さん、こんばんは、ラックスです。今日の PC エンジンマラソンは162本目、ソル・ビアンカをお送りします。PC エンジンオリジナルのロールプレイングゲーム、OVA をね、題材にしたものですね。はい、OVA ともちろん、ストーリーが違ってオリジナルストーリーになってます。この5人のパッケージにね、5人の美少女、もちろん美女たちがね、じゃあ鼻が長いですよ。これは、それはソルモナージね。5人の美少女&美女たちが、大活躍、する RPG。で、これシナリオ制になってましてね。全7本の、ん ?7 本ビアンカ派です。7本だったか6本だったか。シナリオ、複数のシナリオがね、入ってます。はい、コーフィーさん、10万石さん、アラン・プロストさん、4個目さん、5個目さん、森さんが1番さん。7個目さん、シャドルさん、ゴールデンバーグさん、バーストさん、猫じゃらしさんになっちゃい。ドラクエのビアンカですよね。船の名前ですね、それビアンカね。猫じゃらしさんになっちゃい。頭痛持ちさん、ありがとうございます。はい。90年6月29日発売、メサイア。CD ロムロム6200円。RPG 一人用でございます。17個目さんになっちゃい。ソラない。ソルはね、太陽なんですね。太陽だったかね。ね、はい。バックアップは1箇所につき558バイトで最大3箇所ですね。ワンジさん、黒金さんいらっしゃい。まあ、3箇所保存される際はね、全部初期化しておいた方がいいですね。はい。はい、それでは行きましょうか。上総俊樹さん、ありがとうございます。黒金さんいらっしゃい。これ CD ですけどね、もうね、サクサクでね、ヒューカード並みに、OVA もね、確か、2作ほどね、作られてるんじゃないですかね。シャドルさん、黒金さんがありがとうです。23個目さんです。もうマルチメディアね、もう小説とかもあるんじゃないですかね。はい、メディアミックスってやつですね。いわゆる一つの。和骨です。25個目さんです。銀河歴。2395年人類は科学の飛躍的進歩を武器に次々と宇宙を開拓していき、PC には良作ばっかりですね。もうその勢力は銀河の果てに及んだ。へえ。だが文明流星の陰には常に争いがある。あ、ちょっと前のね、ダウンロードもあれですし、メサイアさんだと後で大江戸808ですよね。これから強大な勢力を持つ植民惑星は次々と独立国家の名乗りを上げ、銀河の覇者たらんと目論む者は恐るべき軍事力を身につけていく。おじさんが言うとです。今銀河は暴虐渦巻く暗黒の時代を迎えようとしていた。そんな時代を嘲笑うかのように駆け抜ける純白の宇宙船があった。イエーイ。はい、純白の宇宙船がソルビアンカ号でございます。ジュネさんいらっしゃい。何者にもとらわれず何者にも縛られない。混沌とした銀河をしなやかに飛び回る5人の乙女たち。彼女たちはスタージュエルハンター。飛び回ります。宝石の輝きが彼女らをいざなう。彼女たちを待ち受ける数々の冒険。東映さんいらっしゃい。今ソルビアンカの冒険が始まる。クワカさんありがとうございます。イエーイイエーイ。エイプリル。ジャーニー。June.
ていよ。フェブ、はい、フェブさんが確かリーダーですよね。リーダーはフェブさん、イエーイ。はい、この5人の、あ、違う、エイプリルがリーダーシップを取っているってことで、ごめんなさい、フェブさんじゃなかった。フェブさんリーダーはあのエイプリル、あの金髪の人ですね。はい、金髪のお姉ちゃん、ワコツンです。オーナーロードが開きそうです。シエリさん、赤と大門されてる。はい、イエーイ、イエーイ、イエーイ。あ、シナリオ全部で7本ですね。7本のシナリオは5本が順番固定で、2本はランダムにね、シナリオの間に発生します。ショートシナリオになってます。はい、ですから、クリアの順番はね、人によって違うと思いますよ。はい、はい、36個目されて電池の電池を、はい、イエス、はい、セリフの速さがね、ありますね、早い。あとね、これね、欠点としてビジュアルシーンの、ね、音声がね、すごいちっちゃいんです。ワコビアンカ38個目されて、ボリュームを大きくしてね、お聞きください。聞こえないんで。もったいないやつだ。ひそひそ。そうなんですよ。ハンティング。伊賀さん、ロイヤルデューティーさん、ありがとうございます。そうなんですよ。あとね、音楽もね、かかってくるんでね、音声だけならまだいいんですけどね。音声がですから、非常にちっちゃいね、ボリュームで収録されてるんで。そうですね、青鬼プロさんじゃないですかね。ね。はい。で、2ボタンで早くなる。もういきなり5人パーティーですね。5人パーティーで、5人。ベースコロニーです。南東に行けば観光コロニーが、あ、まあ、いわゆるこんなね、不時着した、なんですか、輸送船かなんかがあって、それに宝石やなんかね、積んでるということで、それをね、お宝をいただいちゃおうじゃないかっていうのがね、最初のストーリーですかね。はい。ハンティングなら北の大陸をするにしますよ。でかいやつがたくさんいる。なーに、5人なら大丈夫ですよ。今、最初裸なんだっけ、みんなね。みんなハンティングに来た割には、みんなね、確かまだ、何も持ってないね。まだ何も持ってないから、お金をちょっと。はい。あ、スキルレベルがあってね、スキルレベルが、足りないと装備できないってやつね。ちょっと、まず武器とかね、買わないといけない。ここでね。レレデレン。はい。バタフライナイフ、ヌンチャク、ね、デリンジャー、タンクトップ。あ、銃はね、弾数がね、あります。このカートリッジで補給します。20発ですね。はい。都市空間で狩りをしようとするなんてアマゾネスのマサオ。バタフライナイフね。ヌンチャクで誰かも出るの？レベル4だけど。持てるの？使い物ね、使い物ね。これラスボス戦で自分に吐くとか確認できないやつでした。そうそうそう、ラスボスがすんごいでかいやつだね。もうびっくりしますよ。画面全体に。んでるでってるるんるるってるるるるんでんでるでるん。はい、装備をね、きっちりしよう。軍着。はい、で、そう、ちゃんと数値の変更もね、出ますから分かりやすい。それぞれね、皆さん特徴がありますんで、防具もつけとかね、タンクトップね、 T シャツの中をね、和骨です。他見たことあるのに名前を忘れてしまいました。ソルビアンカ、あ、まあね、昔だったらまあね、あるのって珍しいですよね。どうだね、 PC エンジンだと、ここまではあったっけ、どうだっけ初めてだっけ、どうだったかな。あ、スキルを振り分けるのは
あ、どうだかな。ここまででマラソン枠で RPG は、何本出てきましたか。16本目ですけどね。あ、です、あ、違うんですね。スキルを振り分けてレベルアップっていうのは、初めてですかね。はい、初めてですね。今全員買ったかな。よし、 T シャツを買って、もうお金が 5円しかない。はい、 T シャツを買おうね。 T シャツ着て、もうみんな裸だからもうしょうがないの。私はリンダ、父と一緒にこの星に遊びに来たんだけど、お父さんたらハンティングに出かけたりきり帰ってこないんです。シクシク。輸送船が落ちたって、そんな情報は入ってないな。入ってない。お姉さんたちは裸になるの？輸送船、そんなもん知らない。あ、これね、シャワーシーンがありますんでね、皆さん、サービスシーンのシャワーシーンがありますんでね、しかもね、TKB が出ちゃいます。 TKB が出ちゃうんでね、もし生主さんでこれやってみたいって言われる方はね、シャワーシーンの時は TKB が出ますんでね、要注意ですよ。はい、お楽しみに。まあ、この枠では見ることはね、うん、できませんが、調べるは一歩前、調べる、はい、調べるは一歩前。お姉ちゃんみたいな人でもハンティングするんだ。他の星の人が行方不明になったから気をつけて。なんかね、特技に詳しいラックスさん、 TKB 情報。いや、君たち見か観光かい。いえ、なんだよ、学校ともにやがってよ。教科書がなければ研究室に入ってきません。ラックスさんの放送では手首が見えなくてつまらない。出したらバーになっちゃうからしょうがないね。和骨です。はい、監督、監督官です。そうだと思いました。前の方も若い女性でしたから、これが危機視点の境界。あ、もうね、あとね。それでもし北の大陸にお出かけになるなら、破壊された研究施設には近寄らないでください。廃墟となった施設の地下に恐ろしい怪物が生息していて大変危険です。はい、教科書やったで。よし、これ失礼しました。本国からいらした監査官の方ですか。どうぞこちらへ。管理かバカバセキュリティがバカバだ。ねえ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 、まだサイバーナイト出ませんからね、ここまでね。ここまでのね、あれでね、これからだとサイバーナイトはありますね。あと、まあラスマゲとかもね、この後だ、この後だとラスマゲとかはいろいろレベルがついてますかね。デスブリンガーにも一応前に出たやつありますけど、あれレベルアップがイベントごとだから、あんまり意味ないんですよね。スキルが、スキルが合ってないようなもんだけど。サイオニックビーストを飼いならさなければ、この種を観光地にするなんて不可能です。ん、何かに、お、スリープ、あれ魔法ですね。魔法、魔法というか ESP ですね。 ESP、 ESP、これ ESP はね、この巻き、まあ桃電とかでいう巻物ですかね。桃電というか、あの天外とかでね、はい、天外だ、天外でいう巻物みたいなもんでね、お、あの得意な人に渡すことができますね。メイちゃんとかね。こんばんは、ワクオツです。ハヤケンさんですね、メイちゃんだとね。はい、スキル格闘と王兵 FC、 DFC、 射撃 PS となっております。でそれぞれね、格闘としては、まあ、射撃は分かりますけど、 OFG は、攻撃系の、ESP ですね。攻撃系の魔法で、 DFG が、防御系というか回復系の、魔法ので、 PS っていうのはね、プレイステーションとかじゃなくて、パワードスーツ、パワードスーツ の、 あの装備があるんですけど、それをうまく使いこなせるかどうかということですね。ですからそれが高いほどいいということなんで、だから名誉ちゃんだとね、回復の ESP、 それから、パワードスーツが得意ですね。あとはリボン、大きなリボンよ、ね、レイちゃんで、ジュンだと、ジュンはもうね、見てくださいもね、攻撃系の魔法使いですね。魔法使いだ、ね、あ、ということはスリープはね、レイちゃんじゃなくてジュンちゃんですかね。はい、それからジャーニー、ジャーニーは、射撃、射撃ですね。もう射撃のプロフェッショナルということで、ガンは彼女に持たせた方が。で今これなってますけど、レベルアップの時に自由に振り分けられるんです。いや、俺のジャーニーは格闘が得意なんだっていう、育てたいという人はもう、
格闘にね、上げていく。まあ最初のデフォルト の, あの振り分けだとまあね、大体こんな感じなのでね。まあエイプリルは何でもできるね、バランスタイプですかね、今ねこう見るとね、はい、66221と。で、フェブ、フェブさんはもう格闘系でね、格闘家と。こうなってますけどもね。だからフェイブさんでもあの OFC も、ま、全員魔法使いにしようと思った魔法使いとかね、魔法使える、魔法メンバーで行こうと思ったら魔法だけをねあげればいいですし、まあちょっとね最初からなんだろう、格闘がこれで10になってますからね、 あえて変更する必要もないかなと思いますけど、まあ縛りプレイとかでね、はい、する人はそうしてもいいんじゃないですかね。はい、じゃあ行きましょう。取ってましょうか。どこか来たんだけど、また。あとなんか言ったっけ。カウンター越しに話しかけてくださいよ。で、セーブは宿屋ですね。宿屋で。そういうシステムでございます。で、ここは、預かり所がありますね。結構、荷物の制限が結構ありますからね。預かり所重要ですよ。はい。もうね、戦闘シーンはね。ね、普通。もうあれこれヒューカードかっていうぐらいね、早いです。62個目さん、ワンダさんですね。で、戦うはオートですね。もう全部戦うで。で、命令は個別に超えてね、命令が出します。はい。あ、最初は、純ちゃんとメイユちゃんは、あれだ、防御してから、確か、一番最初にレベル上がるまで、確か、きついはずですね。純ちゃん、メイユちゃんですね。日本も。二人は弱いからね、結構ね。イエーイ。まるでプレステ5のようにロードが早い。もう早い。アント。一度ねやった命令は5人パーティーでねコマンド入力めんどくさいなと思うかもしれないけど、一度やった命令だったらねもうねそのまま守りになってますからね。もうあとはオートでバッチリ。あ、毒だ、受け。この間プレステ4出たばかりなのに早いですね。早い、もうめちゃくちゃ早い。出て5ゴールド、安いね、宿屋がね、はい、宿屋で なるよね、なってる、はい、デン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 、おお、また毒が。これね、毒は戦闘、ターンごとにダメージね、食らいますからね。出て。ね、街中行くのにもね、ロードないですからね。早い、ドロジー下がりです。この間プレステに出たばかりなのに。ねえ、早い。これまでね CD だとこの天外魔境とかコズミックファンタジーとかありましたけどもね、これは CD の RPG でねロードがないというね画期的。はい、サクサクでございます。なかなかレベル上がんねえの。歩くのも早いね、ストレスいらず。てん、よし、イエス。
これなんか可愛い敵がいましたね、例えばね、思い出した。なんか、ここではちょっとお見せできないね、すごいね、可愛い敵キャラ出てきますよ。はい。お、雨。雨は回復ですね。回復でございます。雨を舐めると、回復です。なんか、ひよこみたいなのできましたよね、確かね。で、リーダー強いの。はい、レベルアップ！でん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 ！はい、ここで、ね、スキルを、どのスキルを上げるか、選びます。で、たまにね、これラッキーなことにね、なんかポイントが2ポイントとかもらえることがあるんですよね。たまに運がいいと。はい。イエーイ。でー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 、ね、運がいいと、もうね、その時はラッキーですね。何回かやり直したら、2ポイントもらえるのかもしれないけどね。ワンダさん、ありがとうございます。栄冠ルールですね。栄冠ルールでございますね。てんてん、てれれれ。てってん、てれれれ。はい。まあ、得意なのをね、伸ばしていく方がいいかもしれないね。これだね、とかで。これだね、とか。これは、1ポイント絶対上がりますからね。皆さん1ポイント上がりますので、はい。回復してくれれば。ちょっと序盤はレベルアップ上げしないとね、どうでできないんでね。ここで確かレベルアップしとけばね、あとはそんなにレベル、あ、でもお金稼ぎはしたかな。毎回言われちゃうソードマスター序盤はちょっと、このシナリオはぐらいですかね、レベルアップするのはね、確かね。レベルアップするとか、レベル上げしないといけないのは。あ、スリープって使いましょうかね。せっかくなんで。ジュンちゃん。スリープを食らいなさい。お、眠った。マジでかレベル上がって確実にステータス上がるんだ。お、あ、一発なんだ。ねえ。お、アンド楽勝になりましたね。レベル上がって。素晴らしい。そう、確実にステータス上がれ。レベルが上がってステータスが上がらない RPG があるわけないじゃないですか。そんな RPG がね、あ、楽になりましたね。レベルが1個上がるだけで結構楽だね。あるんだよな。あ、これちなみに死んだやられちゃったキャラはね、経験値もらえませんので、ちょっとそれでね、レベルが今は最初は全員同じですけどね、やられちゃうと経験値もらえないシステムなんでね、はい、なるべくやられない方にようにした方がね、全員レベル差がなくてね、いいんじゃないですか。まあどうしてもちょっとね、やられるときありますけど。でで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 でるるるる。あ、一応ロードしてたんだね、これでもね。暗転するっていうことはね、はい、暗転があるということは早いだけで。あと、魔法は、今、さっきもらいましたけど、お金で買いますね。お金でね。これだよ。サヨニックビースト。人の精神を狂わす超パワーする恐ろしいわけなの、うん。こっちの大陸には、いや、北の大陸に行くことじゃん、ね。どこで買うんだっけ？道具屋さんかなんかで、売ってたような。ね、あ、ここか。はい、道具屋です。はい、これだけね。メディ1ポイント回復。これもね、スキルレベルがないと使えませんね。スキルレベルは5で MP3 ね。デボイド、あ、解毒がね、素晴らしい。150ですからね。メイちゃんにもつけばね、回復で。雨は体力回復ですね。ここら辺は
MP があるけど、これは毒消しですね、ポツンと。人の精神を確実に狂わせるなんて、はい、まるで監督の罵声みたいですね。よし。他にもね、装備品は結構ね、この頻繁にあるんでね。はい。5人分ですからね、割とお金はいります。はい、イエス、雨だ、これで ESP があると回復できますよ。あ、それから複数ね、回復魔法を使えるようにしておいたら、このMP なくなってもね、この MP がある人にこれ渡してね、渡して、まあちょっとめんどくさいですけど、フィールド上だとできますね。まだエイプリルちゃんの方が MP あるから、ね、メディ渡して回復してもらうとかね。まあ、全員に買うのが、全員買ったらまあ一番いいですけどね、お金がないときは、1個の、巻物っていうか、1個の魔法をね、使い回しとかできますので。はい、こんな感じでどんどんね、もうサクサク。でございますんで、 CD の RPG でも、ね、ストレスなく楽しめるゾルビアンカ、 OVA をね、見てなくても大丈夫でございます、これはね、はい、OVA 見てたらより楽しめるんじゃないでしょうか。はい、持ってる持ってた人は1番、2番はまだ持ってないよっていう人ですね。ドゥルルンテンデレレレ、前回は、23.1% でした。 23.1% でも RPG だけやってね、はい、所持率高めでございます。今回どうでしょう、結果表デクデクデン、スルガ屋さんでは負けプレ930円、箱節なし負けプレ660円、あら、14.3 になってる、 14.3 にちょっと減ってる、あら、前回お持ちの人が結構いらっしゃったのに、はい、もうその値段なら十分ね、楽しみますんで、皆さんも7回で元が取れますね、もうね、もう7回宿屋泊まれば元取れます、はい、魔法の数も多いし、割と本格的でございますんで、皆さんもぜひともゲットしてみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。今日はソルビアンカをお送りしました。明日のマラソン枠は前いた人は宇宙に旅立ったんですよ。前いた人は宇宙に旅立ったのか。あの、斉藤さんの、業務用の業務用パズルゲームがやってきます、うん、お楽しみに。わらわらオツでした、オツオツでした、オツです、業務用は脱衣物でした、オツでした、はい、オツでした、オツです、オツオツでした、どんなパズルゲームがやってくるのかな、はい、オツです、はい、オツでした、クラマリさんもオツでした、何かな、オツです、オツです、オデスタ。